クロス隆一は日本の政治家、東京都市長会顧問、東京都生まれ、高雄市名誉市民、東京都八王子市長、八王子市議会議員、東京都議会議員を務めた、東京都西多摩郡小河内村出身、東京都立南多摩高等学校卒業、1964年に武蔵大学経済学部経営学科を卒業後、家業である、 クロス建設に入社。1975年から1985年まで八王子市議会議員。1993年から2000年までは東京都議会議員。2000年1月に八王子市長選挙に初当選。2000年から2012年まで3期12年に渡り八王子市長を務める。2012年1月に70歳になったことを機に引退。 子は一難一女。趣味は読書、ゴルフ、海外旅行、自動車。クロス建設入社時から自動車レースに熱中し、1968年から日本グランプリに3連続出場、1971年のマカオグランプリ出場をもってレースを引退した。当時の愛車はホンダ S800。家業であるクロス建設の社員を経て、 1975年から1985年まで八王子市議会議員。1993年から2000年まで東京都議会議員を務める。都議時代は自由民主党に所属していた。市議時代の秘書のうちの一人に自民党の萩生田光一衆議院議員がいる。八王子市長としての活動。ありがとうございます。